オッケー。おい、カチンコ、久々に、久々に、久々にカチンコ。カチンコ、どっか行っちゃったです。あ、ちょっと待って、そっちでこれ降りないようになってんのかも。そういうのになってんの？これ。こうやってね、やっていかないと。あ、なんだ、なんだ。言うこと聞かないの。なんだ、なんだ。のですよ、これ。なんだ、なんだ。ナビゲーションじゃないのに。ほら。オッケー、オッケー。おー、いいね。でさ、これがちょっとあまりにもあまりね。ベストボタン。あ、どっかに行ったし。はいはいはい、カチンコ入りますよ、カチンコ。手がいなくなったカチンコ。カチンコ。ね。よし、はい。はい、キャスターさん、座ってください。はい。美人キャスター、お願いします。ありがとうございませんわ。よーい、カチンコ。ねえ、どう映ってるの？誰も映ってないよ。あそこに座ればいいのに。そうそう。よし。皆さん、こんにちは。こんにちは。いやー、スタジオから久しぶりだね。最近土砂回り多かったから。そうなんですよ。何これ、寒いコーダー。よーいよーいよーい、寒いコーダー。4年前のですね、これね。ああ、そうなのか。うん、今回。現日で。ああ、おー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 、陽子さんたちがね。2009年のですね。09とか。とわだ流れてよー、いらせ川に。それ。うつすえの町三本木、さて大層祭りの人波寄せりゃ、かわいいあの子は気もそぞろ、あーよい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 三本木よいとこまたおん。よく覚えてる、私もね、初めて歌った。私より知ってる。初めて歌った、やっぱり頭あとこれ、はい、すごいですね。吸い込まれてたね。踊ったんですか。いやいやいや、私は身のこなしが悪くても、いや、そうでしょって言わないよね。言わない。あー、久しぶりだね。そうですね。姉ちゃん。やっと暑いですけど、ここ。いやいやいや、やっぱりした、あの、逆光になると、あんまり息を上げてもね。うん、いやいや、風が切れたいんですけど、あー、いや、上に行ってしまったので。上げて、エアコンボート、ほら、粘ばってが、へこたれてきたね。もう、へこたれてきた。最近ほとんど外回りばっかりだったからね。そうなんですよ、ね、生中継とかね、外での中継が多かったから、ここのスタジオからこんにちはは、そこは危ないね。行っちゃったんだけど、上に紐が。まあいいや、じゃあいいや、いいや、ライブライブ、あとあとあと、我慢我慢。これなんですよね。あ、いい風入るのにな。え、こうしよう。しょうがない。そうなんです。さあ、全部空いてるんですけど。今日は6月25かも。そうです。6月の雨には。雨降ってないですね。梅雨だというのに晴れてばっかりで。いいことです。あ、でも農家の人困ってるって。Yes. 言ってました。水がないと。困ると言ってましたね。最近変わったことはないですかね。特別ないですね。平穏な日々です。あら、そういえば、いきなりだけども、いや、うちの方はいっぱいいろんなことがあってね、今もね、市役所行って取材してきたりね、十和田小町行って取材してきたりね、あとね、小池事務組合っていうのがあってね、小池事務組合っていうのは十和田と六ヶ所と、あ、十和田と六戸と、もう一つどっかがあったな、六戸と、十和田と六戸と、ゴミの関係は奥入瀬、ああ奥入瀬、三市町と三市町で、ね、仲間組んでやってるから、ゴミとかね、それから消防ね、消防は二つですよね。六の人とはだだ、あ、そうか、給食も、あ、そうか、そうか、ゴミだけ一つ多い、そう、勉強してるね、去年な、で今日はその小池事務局内の今日の会議があってね、どこでやったんですか、消防の佐賀、あ、もうめったなことできませんよね。消防の、ましたけどね。でしょ、さっき鳴ってた。うん、でね、議員が十和田から6人ね、議会議員がね。で、隣の町から4人の14人でやってるんだけど、ね。でね、議長っていうのは野杉忠美さんの議長。はい、いろいろやってましたね。どんなことをお話してた。今日はね、消防ポンプ車を1台買うということでですね、5600万円とかなんですけどね。で、予定価格が7600万円、
ですね、2000万も安く買ったところですね、14社落札入札したんだけど、1社だけでやたら安いところがあって、そこに決まってですね、もう大丈夫かと、この高いところは何なんだと、なんでこんな差があるんだと、同じ仕様で大丈夫なのかという、そういう質問がありますけども、一応、まあ、事務方の答弁は、大丈夫です。ちゃんと仕様がしっかりしてますから、で、他は高いんじゃないかというやり取りが一番ありますけど、あとね、変わったところではね、そうそう、これは多分他で報道しないから教えるとね、あそこに、火葬場があるでしょ。広域斎場。斎場ね。あそこが、今、広域事務局を終えらせると一緒なわけです。でね、あそこでね、怪我したんだって。78歳の某なんとかさんって名前が。っていうのは、斎場の中で、ね、斎場の、ね、外なんだって。でね、外で、5センチの、5センチ、深さ10センチ、間口5センチの丸い筒状の穴が開いていたんだとさ、そこに足を入れてくじいた人がいて、で、その人に、治療費をですね、払ったんだって。それが議題に乗ってて、これ払いますんでご了解くださいっていうのがあって。で、戸原市の工藤議員がちょっと質問があって、質問で、それどうやってこの資料だけど何も書いてないんだけども、どういう状況で怪我したんですかって言ったらね、芝生の中にね、ある杭があったと、で杭をある銃があって抜いたと、抜いた跡がそのまま残ってたと、そこに踏み入れてくじいたかなんかで治療が1週間か2週間かかって20万だかの治療費を払うことになったと、そういうことですよ。で再質問がね、ちょっといいですか、ちょっと待って、そこってこの資料だけ見るとあたかもその市がね、管理者の方が100対0で悪いように思うけども、見えるんだけども、今街中で骨事故でもなんでも、ね、100-0ってのはまずありえないと。で、例えばそもそもそこはね、入っていけないところだったんじゃないのかと。そういうところに入っていくこと自体がね、あんだから100-0っておかしいんじゃないかと、工藤さんが食いたかったら面白かったです。だからそれ、いや、実はそこは、ね、どこなんだって言ったら、駐車場がここにあって、で、こっちの方に道路があったとして、ね、通路があって、で、そこに芝生の植え込みがあるじゃないですか。ね、本来そこは入っていけないところなんだけども、その人は近道しようとして、そうやったら、たまたま杭の跡が開いてて、そこでぐじりっと来て、あら痛いわってことで、まあ20何万の治療費があったと。それってそもそもそこは入っちゃいけないところじゃないという人は、それはそうでしょ。だから、入っていけない芝生に入った子供もうちの方があんだからっていうやりとりが実はある。面白かったですよ。で、その対策どうしたら、いや、立ち入っちゃいけませんっていう看板をつけましたとかね、穴は埋めましたとかね、そういう穴を放置しないように心がけますとかね、そういう答弁がありましてですね、で結局20万も分かることになった。そうしないとね、工藤さんが言うには要するに、それ要するに怪我した方にも過失割合があるはずだと、入っていけない、本来は道路を歩けばいいのをわざわざそこを近道してるのに、そういうにもかかわらず100-0でね、行政の方がお金保証しちゃうとね、何でもかんでもね、行政が悪いことになっちゃうんじゃないですか、これは私筋が取ってるでしょ。と思ってね、これやっぱり工藤正弘、うちの議員ね、はいはい、この人が質問して、そういうやり取りがあった。面白いでしょ。あとはね、職員の給与の引き下げ、市役所の職員が 3.5% を引き下げだったの知ってますね。何回言ってますね。全国であれこれ、そう国のあれに習ったということでね。ところが市役所の職員の場合はですね、ラスパイレス指数ってこの間掛け合い新聞に書いてあったんですけどもね、要するに平均値の求め方なんです。国が例えば国の給料が10万だとすると、地方例えば戸原市の給料が10万3500円だと、だからその3500円分だけを削ろうよっていうのが今回の決まったことなんですけど、ね、でね、戸原市の場合、市役所の職員の場合だと、その市役所の職員の平均がいくらっていうのはちゃんと掴んでると。ところが今回の消防だ、ね、消防の職員の給料というのは広域事務局で、いくらもらってるか分かんない、実は資料が出てないと。だから本当に国が100だとすると、国に対して高いも安いも資料がないんだと。ないんだから下げる必要はないんだと。下げるも上げるもね、もともと根拠がないのにね、なんで下げるんだっていう主張をした人がね、杉山道夫さん。これも数字が出てるんですよ。そう整理するとね、データもないけどし根拠もないんだけども、雰囲気でね、よそも下げてるから私たちも下げましょう、そうだねっていうことで下げたっていうことになるわけですよ。それっておかしくないかっていうんで、私は反対だという主張をしたんです。通って筋が通ってるでしょ。
いやいや、よくわかんないけども、他はもう皆さん言ってるからうちも下げましょうっていうのはおかしいんじゃないかということですね。そういうのがね、事務組合の会議でありまして、まあ最終的にはいいんじゃないのということでね。でね、今度の柿屋新聞に書くんだけどもね、東田市の市の職員の給料を今回下げるんです。9ヶ月間。7月から来年の3月まで下げるんですけどもね。それで下げる金額が全部で9200万下げるんですよ。9200万削るんですよ。みんなの給料からね。で、萌え目は、東日本大震災の復興のためにのね、財源が足んないから財源するんだ。だから国家公務員の給料を 7.8% 下げてね、そっちに回すからね、地方公務員の人もそれに習ってくださいというのが主張なわけだよね。それは別に国が勝手にやるわけだから地方もは別に言うこと聞かなくても良さそうなもんなんだけれども、実はその9200万円に相当する分を今まで国からお金が来てるわけよ。公務員の給料の半分は国から来てるんだよ。市税じゃなくてそういう仕組みがあるわけだし、半分職員だから東田市の職員の給料を仮に下げなくても結構ですけども、下げなくても国に習って下げる分の 3.5% 分は国の仕送りを減らしますよと、それでもよかったらどうぞ、余裕があったら下げないで結構ですから、こういうようなことだった。で、市としては職員の給料を下げないと 国から来るお金が9200万減るから穴が開くわけだ。だから9200万分皆さん我慢して給料削ってくださいと、向こう9ヶ月間で割り算していくと大したことはありませんから、これで決まったんですよ。で、こういうと一件落着で、あなたがもし職員だとすれば、お母さん、今日、今月から給料1万3000円下げられると。で、向こうで9ヶ月間で9万下がるんだけども、で、全部でね、お手仲間全部入れると9200万、こういう給料、頭から削るんだけども、お父さん、その給料、1万円はいいんだけど、どこへ行くの？いやいや、東日本大震災の復旧の方に回るんだって、ああ、お父さん、それしょうがないよね、いいことしてあれ。まあ、これは普通落語だ。落語の世界だよね。ところがね、その9200万は、実は、復興に行くとは入らない。え、なんで？ね、9200万の、仕送りがまるっきり減ってね、で、国に9200万残るんだったら、それを復興予算に回すってあるわけです。ところが、実際には国の方は、これはこれで9200万削って出し惜しみするんだけども、それとは別にね、今度は新たにね、8000万円をね、国から特別仕送りするって。はあ？よくわかんないでしょ。わかんないですよ。やらなくていいじゃん、これ。そうそうそう。これ、いらないでしょ。だから、私の解説でこれはね。うんうんうん、要するに、9200万みんなでね、給料を下げて、公務員を未然に切ったっていう形で取ってやるけれどもね、それは、形の上でね、実際はその分のね、うちの全部とは言わないけども、8000万はね、こっそりね、仕送りするからね。で、その仕送ったのを、給料に回せば元の木屋になるけども、給料回さないで、こっちは好きに使っていいですよって。えこれってチョンボでしょ。なんか変なのよ。いらないと思う。変なわけさ。言ってみれば、市の財政担当にしてみれば、ね、国から給与分の9200万仕送り減るから、みんなその分、減った分はみんなの給料削るから、市の財政としてラッキーになるよ、チャラになるから。で、これ、協力してくれたっていうことで、国の方からご褒美で9000万入るから、ね、市の財政としては、8000万入るから、市の財政としては何のことだ、8000万。収入が増えることになるさ、そういうことなんですよ、今回の。なんかそれってみんな知らないと思う。知らないですよね。こういう、こういう大胆なね、うん、大胆な解説がないと、新聞読んでも分かんない。分かんない。そういうのはね、本当はこういうのはローカルなね、ズバッと言う人のね、あれってほら、責任、無責任で、でも裏付けがあることだから。で、これが今回の掛け合い新聞にもね、実はもう、掛け合い新聞もね、特に評判いいんですよ。ズバッと物言うとね、やっぱりね。そういうことでね、今や。変だな。で、詳しくは、鍵屋新聞を読んでくれてみたいんだけど、こういうね。これ。こう、すいません。こうね。給与を9136万削って、交付金8200万ゲット。これを書いてますからね。鍵屋新聞7月1日号第2面に。バチッとやってますからね、ぜひ見てほしいなと思いますね。足音がするね。でそういうことで、私たまに今度、掛け合い新聞第33号。あ、お願いします。こんにちは。あら、あら、なんか、もういいし、出しといて。
ください。今かけ足テレビ生放送してる、ね、今中だったんですよ、うん、赤い人と青い人が来ました。赤鬼と赤鬼が来た。青鬼と青鬼が来ました。今中継中なんですか。中継中だね。いいですか。いいないいない。赤鬼、うん、赤鬼、青鬼、どっちが悪いものだっけ。青泣いたのどっちだっけ。いや泣いたの赤。泣いた赤鬼だもんね、うん、赤がね、赤鬼が青鬼のために身を、ね、そう、村人と友達になりたかったの、うん、でも村人が鬼は怖いからって、で青鬼がいい思いして、じゃあ俺が悪いことしたらって。違う違う違う、そうだよ、泣いた赤鬼でね、悪者になるので、やっつけるので、こっちがいい思いして、うん、で青が逃げ帰って、うん、とか言っちゃったと、身を引いたと。そうで、ちゃんと時を冷やしてあったの。で、僕が残った赤がまずいからって、僕は身を引くから君は幸せになってくれということだよね、うん、でそこで泣くの、泣いた赤鬼、ボロボロボロ、友達だったのに失う、うん、自分の、すごくいい話なんだね。俺ちょっと待って、知らないような顔してる。いや、これないとみんなね、あの、私たちの年代までだと思う。あと教科書出てこなかったと思う。そうですね、聞いたことなかった。本当に知らないの。本当に知らないね。ちょっとすごい、あのムクドリの夢作った人なんだけど、語り部さんとコラボしたっけ。東北の代表的なね、山形県の作者のなんだけど、泣いた赤鬼ってね、鬼の話でも、あれや、いや、びっくりしたね、この反応。これは、いや、結構いるんですよ。もしかして、よそから来た人だよね。うん、隣の県外から来た人。隣県外。ね、若いね。だから就職希望の人じゃない。うん、そうそう。今日あの面接で、な、嘘だよ。今ちょっと飲み物持ってきますので、ちょっとお待ちになってください。それまでちょっと。なんで私に飲み物出ないの、ね、いやいや、まあ、揃ってからと思ったんだけど。おお。揃ったらと思う。ノンアルコールだよね。え、ノンアルコール。ノンアルコール。1分半までね、ということで、そうするとこれ、赤鬼削るね。